さあタイガースの攻撃イニングはあと8回9回の2イニングということになります。横浜 DeNA はこの回3投手の大原がマウンドに上がりました。ご覧の31試合1つのセーブ、防御率は 3.94、 9つのホールドがあります大原。タイガースの方は今成というところですが、代打俊介が起用されます。まあ、左ピッチャー登場ということで、今日はスタメンから外れましたが右の俊介が登場します。まあ、オールスター休みは挟んで4連投の後、昨日は藤井が完投しましたので出番がありませんでしたが、また今日の登板ということになります大原。今日の解説は大熊忠義さんです。大熊さん、やはりこの辺りになると横浜 DeNA も細かくつないできます ね。でタイガースもこの辺りは代打構成、まずは俊介、次が左の坂ですから、まあ、大原によりますけども、またその後は代打を送るということになりそうです。高井さん、はい、どうさん、あのこのところの俊介選手の働きを、はい、あの和田監督も思い切りのいいプレーをしだしたというふうに褒めていましたね。はい、あのどうしてもこうダイソーとか1回のチャンスでとなると、はい、なかなかその思い切りというのが出てなかったんだけれども、なるほど、まあ、やはりあの1試合出るということになると、まあ、そういうことが出てくると、はい、あの1年目の俊介の良かった頃に、うん、戻りつつあるねと、これ嫌な子もうかうかしてられないねというふうに話していました。まあ、タイガースにとっては嬉しいことだと思いますけども、はい、その俊介の思い切りの良さ、ここ5試合で18打数9安打5割、まあ、十分余りある活躍をしてますからね。ようやくここに来てこう活気づいてきましたね、一歩の人でね、やっとですね。そして代打新井亮太登場で、この辺のこう打線に動きが出てきますもんね、うん、さあ続いての代打策です。新井亮太、もちろん状況は一発出れば同点という場面、両方の出番を待っていたファン、大きな声援です。ここ2試合は7打数のノーヒット、今日はスタメンから外れました。ただ後半戦スタートの7月24日のスワローズ戦、八木と松井からホームラン2本という自身初の1試合2ホーマー、そして今季3本目の満塁ホームランを放ちました。思い切ってインサイドに突っ込んできます。ワンボールワンストライク。まあ、今日のちょっとこう打線が膠着状態というゲームでは、大熊さん、はい、この新井亮太なんかは一振りでこう流れを変えれますもんね。思い切りはいいですからね、外のボールを見ました。ツーボールワンストライクです。
ここまでの得点圏打率は2割5分7厘というバッターの新井亮太。ただ打点は40打点上げています。ここは終盤に来て絶好のチャンス、ノーアウトランナー2塁。浮き気味に来たボール、タイミング合いませんでした。ボール球です ね, ですよね、はい。まあ、打ちたい気持ちだね、はい、どうしてもね。今風はほとんどなくなりました甲子園球場。打球があっていますがセカンドが手を挙げた。内村ボールを取ります。セカンドフライに倒れました新井亮太。ワンアウトランナー二塁です。ここはあの横浜バッテリーがインサイドをついてきました ね, ついてきましたね。スピード自体は、ね、大したことないんですよね、はい。まあ、この辺りも今度逆に思い切りというんでしょうか。ワンアウトランナー二塁となってバッターは藤井です。この藤井が今日はヒット2本、特に先ほどはレフトの左にツーベース当たっています。ネクストバッターズサークルはこれも右バッターの関本がバットを持って出てきました。差は2点です。これベイスターズの方も右の代打がどんどん出てきてるんですけど、大原がこの回は任されるということなんですかね。そんな感じしますね、ボール2です。ワンアウトランナー2塁。なりました。まあ、横浜ベンチとしてもこれランナーは溜めてほしくないでしょうからね。そうですよね、この終盤に来てのタイトな争い、フォアボールが絡むとというね、はい、そのフォアボールがあってワンアウト二塁一塁。小森コーチが動きます。当然タイガースの方はピッチャー松田の打順ですから、今コールがありまして関本、ベテラン登場枠甲子園。ただ、友利コーチの動きを見ると交代はないということですかね。そのまま打つということでしょうね。そんな感じですね。はい、ですね、はい。さあ、ここはベテランに託します。次の1番の西岡には今日ヒットが出ていません。ファーストはダイソーが起用されます。藤
井がヒットで出ていたんですが、荒木ですか、荒木ですね、背番号58番。いわゆるタイニングランになりますもんね。はい、そういうことですね、はい。初球打ち、ファールボール。風はほとんどない蒸し暑い甲子園、終盤のタイガースのチャンス。塁上の2人のランナーが戻ってくれば一挙に同点。慎重な投球ですね。いやもうね、さほどスピードがないんでね、はい、まあ、コースが間違わないという、はい、そういうことですね、はい。まあ、しっかりと杉本としても自分の打てるボールを待つという必要でしょうかね。はい、ね、あいい感じでボール入ってきたんですが、少し遅れました。ワンボールツーストライクです。昨日から始まったウルトラの夏、この期間着用のユニフォーム。さあ、ランナーが躍動するか。ファールボールです。阪神と横浜 DeNA の13回戦、ここまで6勝6敗、星を挙げています。今日も非常に展開の重いゲーム、3対1、横浜が6回に5安打を集中して逆転しました。翔太山崎、セカンドランナーよく見ていました。いやー、詰まってそのまま超えていくかと思ったんですけどね、超えていくというところまではいきませんでした。よくショートの山崎が下がってボールを取りました。2アウトランナー2塁1塁です。簡単なフライじゃないですもんね。いや、そうなんですよ。セカンドランナーがよく飛び出さなかったですね、よく見てましたね、見てましたね。さあ、2アウトランナー2塁1塁でまたこの西岡のところに回っています。いやー、結果が欲しいでしょう、西岡もね。いやー、本当そうですね、はい、誕生日ですしね、はい、今日は4打数のノーヒット。右打席に入ります。今日はことごとくダメでした。2者残塁、8回を終了、依然として3対1です。